道院寺は、福島県郡山市海正に所在する新州、大谷派の寺院。正式には、法輪山道、元寺。浅香開拓の功労者として知られる、中条正常などの墓があるなど、浅香開拓に縁が深い。境内では、毎年春に、花かつみの花が見られるほか、8月15日、16日には、海西商工振興会により夏祭りが行われ、 海西地区周辺の住民たちで賑わう。中条正常の墓復興記念土兵1647年、徳川家の家臣の寺として、尺喜び消防士により現在の静岡市青区横内町に創建された。1886年、現在地付近に東本願寺の説教書が設置され、それをもとに、石田熊丸法師や桑野村村民が本山に働きかけ、 朝霞開拓の開拓民の心の寄り所とするため、静岡から移転、回帰させた。1900年、朝霞開拓の功労者、中条正擦年が死去すると、墓は道元寺の裏にある墓地に建てられた。2011年、東日本大震災が発生し、大谷市で作られていた寺の塀が崩れ落ちた。その後、崩れ落ちた塀に代わり、 全国から寄せられた15種類の石などを使った東日本大震災復興記念土塀が作られた郡山市27年度町並み系鑑賞受賞。毎年8月15日、16日にかけて海正商工振興会によって行われる祭り。模擬店が出展するほか、地元の人たちによるコンサートや盆踊りなども行われる。ありがとうございます。